まあ、いつか韓国でプレーできるようにいいなって思ってます。黒本と申します。よろしくお願いします。まあ、一応ブラジルでもほぼみんなあの、ね、子供の時からもフットサルとサッカーやってるし、まあ、学校でサッカーよりはなんかフットサルの方がやってるから、でそれで、まあ、僕は最終的にあのフィールドプレイヤーだったから、で途中でなんか13歳の時にまあキーパーになって、まあ、まあブラジルだからね、みんなサッカーとかフットサルも大好きで、それはまあやらないといけないみたいなことですね。まあまあ少しずつ新しいチームで新しいチームメイトも仲良くしたりとか、チームの形を慣れたりしてるんで、まあこれからも楽しみしてます。そうですね、負けてしまったんですけれども、まあ、やっぱり今シーズンは多分一番いい試合できたかなっては感じたし、まあ、相手名古屋で素晴らしい試合をできて、まあ、これから他のチームと相手になっても、まあ、いい試合できるんじゃないかなっては思ってます。まあ、いろいろあるですよね。個人としては、まあ、チームで優勝できたりとか、全日本のも優勝して、で、まあ、プラス個人的にも、まあ、代表のところでいい結果できるように頑張りたいと思います。韓国戦も僕は入って、代表に入ってからもう2回があって、でも やっぱり韓国はみんな体が強くて、いつもなんか難しい試合になってると思いますが、アジア選手権の時に僕たちが、まあ、初戦負けたから、まあ、絶対勝たないといけない試合だったから、まあ、僕的には結構素晴らしい試合でしたと思います。全てもう今月37になったけど、まあ、やっぱフットサルをまあ 5歳7歳からも始めて、もう約30年やってるから、まあ、人生できたこと、全てフットサルのおかげだと思いますし、それではフットサル感謝しかないです。韓国の皆さん、ぜひF リーグを品川の試合を見たらいいと思ってますので、できるときはぜひ来日して会場に足を運んで試合を見てください。これからも品川応援をよろしくお願いします。